馬の鎧をたくさんゲットしたからねー。村の馬さんたちにプレゼントしてあげますかねー。そういえば鉄の鎧って初めてゲットしたなー。どんな感じなのかなー。おお、かっこいい。渋いねー。鉄の鎧もいいですねー。次の馬さんは、金の鎧をあげましょう。いいねー。これで村の馬たちはみんな鎧着ていますねー。なんか、牛柄野郎がどれだかわかりにくいねー。牛柄野郎は鎧、いらないかもしれないですねー。賑やかな牧場になりました。どうも、こんにちは、こんばんは、タコライスです。今日もマイクラー。やっていくぜー。あれ？やっていくぜーが、遅れて聞こえているよ。というのは冗談です。今日もマイクラやっていくぜー。今日は何をするのかというと、まったり村づくりでもしましょうかねー。まずは、私の家に、ゴミ箱を作りたいと思います。やっぱり、ゴミ箱がないと不便ですよねー。その後は、村の教会を作り直します。以前から、村の教会、作り直したらー？とアイディアもらってたんです。家のゴミ箱もコメントでアイディアいただきました。アイディアくれた方、ありがとうございました。それじゃあ、やっていきます。家のゴミ箱は、暖炉の横の、この辺りに作ろうかなと思っています。前の家の時のゴミ箱よりも、少し進化させたいと思います。いやー、こんなに大掛かりなゴミ箱にするつもりはなかったのですが、どんどん大きくなってしまいました。今回はピストンを使ったゴミ箱にしたいと思います。こんな感じで、ピストンで開閉できる床を作っていきます。下の部分もできました。下にはサボテンが、2段構えで待ち構えています。サボテンにアイテムをぶつけて、アイテムをなくすんだよー。自分が落ちないように気をつけないとねー。ゴミ箱、完成しましたー。こんな感じになってます。ここの、レンガブロックのところに、いらないアイテムを置きます。あらら。いらないアイテムを置きます。そして、このスイッチを、押すと、床が開いて、サボテンにアイテムが落下します。そしてサボテンにぶつかったアイテムは、なくなります。いい感じだねー。あ、ここはレバーじゃなくて、ボタンスイッチにします。こうすれば、自動で床が閉まります。いらないアイテムをここに置いて、スイッチオン。おお、いいですねー。バッチリですよねー。こんな感じで、ゴミ箱、完成しましたー。もしよければ、皆さんも参考にしてみてくださいねー。ピストンの回路は、自動ドアの回路を横にしただけの、シンプルなものです。これを使えば、落とし穴も作れそうですねー。むふふ。次は、この教会を建て直していきます。というか、私は最近まで、この建物は見張り台だと思ってました。実は教会だったんですねー。教会にしては、結構無骨な形をしているので、今回はおしゃれに建て直したいと思います。
どんな感じがいいですかね。一応、今の予定では、レンガと、滑らかな砂岩ブロックを使って、作りたいと思ってます。まずは取り壊しです。なかなか取り壊しごたえがありそうですね。教会を作ろうと思った時、海外のいろいろな教会の写真を見たのですが、世界にはいろんな教会があるんですね。どれもすごく綺麗な教会で、1時間くらい見入ってしまいました。リアル生活でもいつも作業が脱線してしまいます。取り壊しが終わり、今度は砂岩を作るための砂集めです。砂岩は、砂ブロック4個で1つしかできないので、砂がたくさん必要だねー。なかなか大変な作業です。なんとなく材料も集まってきたので、作り始めていくよー。場所もあまり広くはないので、うまく作れるか心配です。どんな感じがいいかなー。土台はレンガの方がいいですかねー。土台はレンガで作ります。なんか、レンガと砂岩って、良さそうな組み合わせじゃないですかねー。完成が楽しみです。こんな感じで入り口を作って、床は、白樺の木が良さそうですねー。こんな感じで、おお、いい感じです。いいねー。レンガと白樺も、いい組み合わせだよねー。私のお気に入りの組み合わせです。この教会、意外と中は広くできそうですねー。いい感じです。壁は、滑らかな砂岩で作っていきます。このブロック、なんかおしゃれですよねー。こういう色の教会を、写真で見つけたので、今回はこれで作ってみようと思いました。はい。教会、完成しましたー。いやー、大変でしたよー。苦労して作った教会。これだー。じゃじゃーん。こんな感じになりました。最初考えていたイメージとは変わってしまったのですが。まあまあ教会っぽいですよねー。色合いがおしゃれな感じですねー。この狭いスペースの割には、うまくできたかなと思います。あ。作業台はもういらないですねー。よし。十字架もつけようと思ったのですが、つけたら変になったのでやめました。中に入ってみましょう。入り口はこんな感じで、シンプルです。中は、こんな感じになってます。あ、これはステンドグラスをイメージしてみました。なかなか教会っぽいんじゃないですかねー。ここには定番のベンチ。そして、牧師さんが立ちそうな場所。いいねー。こんな感じで、教会、完成です。あ、ちょっと上から見てみましょうかねー。こう見ると、
教会っぽく見えますかね。なかなかいい感じです。それにしても砂岩とレンガで建物建てるのはものすごく大変でした。皆さんにはおすすめできませんね。材料集めだけで何時間もかかっちゃいます。でもなかなかうまくできてよかったです。もしよければ皆さんも参考にしてみてくださいね。ということで教会こんな感じになりました。作るのは大変ですがなかなかいいですよ。アイディアくれた方ありがとうございました。新しい教会どうですかね。教会、教会を作ったのは教会なんちって、ちょっとあそこの見張り台、新しくなったねー。え、そうなの。なんか教会っぽくなってたよ。へえ、ちょっと見に行ってみようかな。ということで、今回はこんな感じで村づくりしてみました。だんだんいい雰囲気になってきましたね。村の道整備など、まだまだやらなければいけないことは、たくさんあるのですが、少しずつやっていきます。今回はゴミ箱も完成したし、どんどん快適になっているね。そういえば、ポーションも作って、いろいろ遊んでみたいですね。次回はポーションでも作りましょうかね。やりたいことがありすぎて、参っちゃうよね。昔の村にも行きたいし、新しく見つけた村にも行きたいし。まあ、のんびりやっていきますかね。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくれた方、ありがとうございます。チャンネル登録者さん、ありがとうございます。いつもコメントくれる方、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。もしよければ、高評価ボタン、ポチッとよろしくお願いします。では、さようなら。またねー。